39年間のレーサー生活に巻き戻されました岡井直子選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずは引退レース見事な岡井直子というスタートで今日はもうスタートだけはどうしても行きたかったです。はい、もうあと展開は別として、はいはい、10のトップスタートで良かったと思います。最後のレースで勝つというのはどういう、まあ、平常心だったので、うん、まあ着取るっていうのは結果論ですから、まあ、展開があるから、はい、まあ、そういうことは全然考えてなかったんですけど、とりあえずまあお客さんも今日たくさんいらっしゃったし、はい、なんかオッズもちょっと見えますので、うん、まあ、船券もたくさん買っていたらちょっと燃えました。燃えましたちょっとだけこっちに来てください。すみません、これバックにしてごめんなさい。すみません。39年間、39年前をちょっと思い出していただきたいんですが、はい、初出走、初勝利とあったと思うんですけど、はい、今でも覚えてられますか？初出走はね、はい、初勝利？初出走と初勝利の時と。あ、初出走は覚えてます。はい、ガマ氷で、はい、6コースから02か03のスタートに行って、1走目がすごい、みんなに叱られました。で初出走なのに3コース取りに行って、はいはい、これがまた叱られました。また叱られて叱られてばっかり、何中選手が出てきたんだって言われました。はい、初勝利は、水準さえしてもらったのは丸亀だったんですけど、はい、それが何節目だったかちょっと記憶にないですけど、水準さえやっぱり何でしょう、一生思い出に残るもんですか？そうですね、どなたに水神祭していただいたのかもちょっと記憶にないんですけど、はい、まあ、一般性、私たちはもうほとんど一般性でしたから、はい、男の方に、男性の先輩に多分、同系の先輩、そうですよね、そう、でもちょっと記憶にない、ごめんなさい先輩そうですよね、女子選手がまだまだ、女子選手は3人、4人、私の先輩は1、2、3、4人しかいらっしゃらなかったので、はい、もうほとんど一般性、うん、男の人ばっかだった。ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけど、うん、僕が父に連れて行かれてた頃は女モンスターやって言われて、はい、父から紹介されて、そんな岡井直子というすごい選手の、私なんかね、はい、モンスターとか鬼とかね、可愛い名前がないんですよね可愛い名前はもうそれぐらい強かったという、なんかもうちょっと妖精ちゃんとかだったらよかった、ね、はい、大抵変な鬼とかそういうの多いですいやでもそれぐらいもう僕らやっぱり強烈に岡井直子選手というのは強いというイメージがあって、まあ、当時はもう必死でしたからね、うん、もうとりあえず男も女もないと思ってたから、はい、すっごい小生意気だったと思います今考えたら共同会見の中でも言われてましたけれど、これから女子選手が、うん、大きな舞台で活躍、はい、勝っていくために、そうです、ね、何か残せる一言とあれすれば何かありますか？なかなかガラスの天井を破るのはね、今もいろんな世界でも難しいって、うん、はい、言われてますし、もうモーターボート業界もやっぱり男子と一緒に走る機会もだいぶ少なくなってきてますから、女子レースが増えてきたし、はい、どうでもやっぱり気持ちでは負けてはいけない、うん、やっぱりどうなんでしょうね、やっぱりあれですね、目つり上げて鬼とかモンスターとか言われるぐらいにならなあかんのかもしれませんね今の女子選手も、私みたいな女子選手が出てこれば、はい、うん、ぜひ出てきて、はい、世界を盛り上げてもらいたいと思います。そのためにいいところまで皆さん行ってらっしゃるのに、ね、はい、ね、順位とか、はい、ね、そのためにはやっぱりでももう一度頑張りしてもらいたいな、はい、これからじゃあもうご意見番としてバンバン、ね、そうですね、そうですね、はい、後ろでこうバタ足する係、はいさあ、まあ、記者会見の中でもこの後まだ決まってないということでしたけれども、はい、実際は、まあ、ボートにこれからも携わって行っていただけるんですよね。そうですね、解説者的な仕事をしようかなと一応は考えておりますが、ぜひ不安に心強いアドバイスをどんどん出せるような。そうなんですよね、私でも整備力はないし、だからみんなの子を見てて分かるかな自分がでも情報は鵜飼さんのところに一番最初に寄ってきますから必ず。でも後輩がみんな、はい、鵜飼さんやってください、私喋りますよって言ってくれたので情報をいっぱい取れるように、はい、
今度は我々もっとキャスターを目指せるように、はいはい、不安目線になって次は不安のために貴重な情報をお待ちしております。最後に、多くの不安の皆さんにメッセージをください。全国の皆さん応援ありがとうございました。全国、はい、全国です。よろしいですか。はい、全国で大丈夫です。すいません。ファンの皆様が応援してくれましたおかげで39年間無事走り終えることができました。ありがとうございました。これからもモーターボートに携われる仕事をしたいと思っております。その時はたくさんの情報を提供したいと思います。ご期待ください。ありがとうございました。